そのライフスタイルの延長でいうと結構そのコンテンツ消費っていうかそこすごく変わりましたね。まさにその象徴がバチロレッテ、メディアの変化、あとバチロレッテがなんでこんなにヒットしたかってどう分析されてます？はい、皆さんこんばんは。ウィークル落合の時間です。今年最後のウィークル落合ということで、ええ、はい、このランボルギーニのザ・ラウンジ東京という。ランボルギーニですよ。さっきクリスマスプレゼントで僕、ね、ランボルギーニと幼児は戻ってすげえわけわかんない服もらって。似合ってるじゃないですか。ありがとうございます。私もこんな感じでさっき写真書に撮っちゃいましたけど。どっちも着ないっていうか、すごい状態ですね。すごい状態。いやいや、結構気に入りましたけどね。この革見てくださいよ、これ。これ、はい、これやばいよね、これ。アベンタドール S ドレスドバイ幼児山本。ここに文明開化って書いてあるし、あっちに100発100中って書いてあるし。確かにここに幼児山本サイン書いてあるしな。そうですね、このメッセージはそのパリコレでの実際の服についてたメッセージそのままつけているそうで、ね、手塗りなんでしょこれ。そうです。それで合計でですね、インテリアとこの外装これ含めて500時間以上かけてこれは作られているということで、もう世界に1台だけのベースの車が、ね、数千万円しますからね。そうですね、うん、上にもうちょっと欲しそうな、まあ、すごい値段でしょうね。ね、ランボルギーニ欲しいですか？ランボルギーニでも2シート買ってきたら妻に殺されるって話を宮田さんしてたよ。そういうことですね、うん、いや宮田さん大好きみたいですね。あ、ランボルギーニはやっぱかっこいいですよね、はい、僕自身なんでしょうね、ステルス戦闘機をモチーフにしたですね、ランボルギーニレベントンっていうのがあって、うん、あれがすごい好き で、うん、でそこからアベンタドール裏かんってきてですね、うん、なんか子供たちの直感でもこれかっこいいですよね、うん、スーパーカーって昔こう女性にモテるっていうイメージもあって、うん、まあ、もちろんそれもあるんでしょうけど、うん、子供のヒーローになれるっていう、 こう、うん、そういう車の系統でもあるので、なんかやっぱり新しい、なんでしょうね、スーパーカーの歴史を作ったなっていうふうに思いますね、うんうん、ということで今日はなぜかランボルギーニなんですけどテーマとしましては、まあ、2020年の総括と、あと来年はどういう年になるのかっていうところをちょっとゲストの皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思います。2020年は楽しかったですけど辛いこともいっぱいありました ね、いろいろありましたよね、うん、どういうラインナップで進めていったかとかそういうのも振り返りながら進めていきたいと思います、まず最初にゲストの皆さんをご紹介したいと思います。お一人目のゲストがマザーハウス社長の山崎大輔さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。小草です、ね、山崎さん何回か出ていただきましたよね、はい、ちょうどコロナの、ね、一番小売りが厳しい時に、はい、現場の状況であるとか店舗であるとか、うん、でもあの時言ってたこと通りの世界になってますから大丈夫です。でも現在進行でも結構しんどいですけどね、うん、だから僕らやっぱり11家屋700人のスタッフいるし、うん、45店舗やってるんで、うん、結構リアルにまだまだ続いてますね、うん、うん、大変な状況は。山崎さんの言葉、はい、力があったんですごいなんか元気になりました。あ、本当ですか、はい、今日もね、ちょっと頑張って自分を鼓舞する形で頑張りたいなと思いますけどねあったあった、はい、第3波、はいはい、まあ、会社としては、マザーハウスという会社をやってて、うん、ファッションアイテムですね、うん、バッグとかジュエリーとかアパレルをやっていて、今もう一番大変な業界の一つなんですけど、飲食とかホテル業の次に大変なのは多分ファッションなんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、そういう会社をやっていて、で、お店もリアルに展開してるんで、やっぱり今影響を受けているので、うん、そういう話もできたらいいなというふうに思ってます、はい、はい、お願いします。はい、続いてのゲストが慶応義塾大学総合政策学部教授の中村真紀子さんです。はじめまして、中村と申します。中村さんには教育の会で実はゲストに来ていただける予定だったんですけどちょっと体調崩されてすいません申し訳ありませんでした。お休みさせていただいたんですが、教育の会って宮田さんとリモートの人がバトってた会で、そうそうでその中村さんね、それ見てないって。あ、そうなんだあ、まあ、でも彼女すごいおしゃれなんです。今日もファッション、うん、純也渡辺と、SFC のファッションモンスターと自称、自称、はい、自称ですよ。すごい、はい、ですよね。なので今年はまあ教育が大きく変わった年ですし、うん、ですね、あと中村さん最新号の中央公論で、まあ、ジェンダーギャップについてのまあ論文なんかも参照しながら語られてましたので、そういった論点も今日お話伺えればと思います。ぜひともよろしくお願いします。この前なんだっけ、ね、うん、ドイツの哲学の人とさ対談したらさ、マルクス・ガブリエル、いやちょっとまだ言わないんですけど、ドイツのすげえ有名な哲学の人と対談したら、日本ってジェンダーやばいよねって言われて、素でそんなことやっぱり素で言われるんだと思って、うんうん、はい、なんか今日はそんな話もあったらいいな。やりましょう、ね、はい、で続いてのゲストが画家の杉田洋平さんです。お願いします。はじめまして。ネット上ではよく見てます。
はい、あ、画家の杉田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今年ですね、いろんな回やりましたけど、あの回大人気だったんですよ。いや、あの回宮田さんが見てくるって言ったのに宮田さん来なかったんですよ。いやいや、僕見たんですよ。見たけどちょっとね参加できなかった、はい、いやでも杉田さんの人柄も、はい、あの、はい、アートの作品も本当に素敵なんですよ ね。ぜひ今日そのこともちょっと語っていただければ。そうなんですよ。嬉しいです。よろしくお願いします、はい、それであのバチェロレッテ取り上げた時にちょうど姉、ね、杉ちゃんって言わせていただきますけど、はい、杉ちゃん見てくださってですね、それでツイッター上でね対談しましょうってことになったんですけど、ね、そうなんですよ、奇跡の、はい、はい、それで今日来ていただくと、本当ですか、すごい。そうなんです、ありがとうございます。これがリアリティショーだって思いました。シリアさんの奥様が大ファンなんじゃない。あ、うちの妻がスギちゃんのことずっと見てる。手に汗を握りつつ、その回も何回ももう見直したんで YouTube で、はい、はい、ありがとうございます、光栄です。はい、またよろしくお願いします。はい、はい、そして続いてもうほぼレギュラーですけれども、うん、慶応義塾大学医学部教授の宮田裕明さんです。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は内側に何来てるんですか。今日はですね、まあ、ランボルギーニということで僕もちょっと牛を連れてくるとともに、かつ来年の干支は何ですか。え、牛です、うん、ということでちょっと来年に向けてこう除夜の鐘的な感じの、はい、連れてまいりましたということで、すいません、しょうもない、とんでもない、あの小細工を最後まで仕掛けておりますが、今年はもう宮田さん半分ぐらい出てくださいましたよね。ありがとうございます。あの本当に呼んでいただきまして、クローズアップ現代と被ってない時は出てくださって、けど本当宮田さんがむちゃくちゃ、宮田ファンが増えましたね、めちゃくちゃ。いや、ね、恐れ多い。もう落合さんと宮田さんということで、はい、いや楽しくやらせていただいて、そうですね、はい、先週京都いましたもんね。そう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 、だ万博でも今一緒に落合さんと一緒にやってるし、やってるから宮田さんと会わない日がないというか、会わない週がない、ね、そうそうですね。これから5年くらいですよ、そうそうそう、いやすごい楽しいです。終わったら涙流しながら何かが起こってきて絶対そうだね、絶対泣ける。いや頑張っていきましょう、はい、頑張ります、はい、豪華ゲストとともに進めていきたいと思います。山崎さん、まさにあのその氷の文明に出ていただきましたけど、うん、今の状況どうですか、見て。いや、あの、うん、これからですよ、本当にやばいのは、はい、っていうのがやっぱり本当思ってることで、うん、あのやっぱり緊急事態宣言が6月7月、うん、厳しくて8、9、10と11の最初ぐらいまではどんどん良くなっていったんですよね、うん、かなり感覚で、うん、やっぱり今回 の、うん、あの GoTo の話もそうですし、第3波の話になって、うん、いよいよもって飲食とかも含めてみんなやめ始めてますね、本気で。で本当に厳しいのはだからこの冬が厳しいってことは分かっちゃったので、みんなの中で、うん、だから来年の春以降ぐらいまでもう経済的にはボロボロになる可能性が高いっていう。でもう周りも店を辞め始めているし、忘年会もだからこの時期書き入れのやつが全部ストップしちゃってるから、うん、なんか厳しいですね。だから9月10月が良くなってしまったことが逆の反応を持ってしまって、要するにそれで良くなると思ってみんな忘年会とか年末シーズンに期待して続けるってモチベーションだったのがこれ来ちゃったの で、うんうん、でここで辞めようと思っても契約切れないじゃないですか、いきなり、はいはい、うん、でそうするとやっぱり3月とか4月とかにガンガン空き始めるって感じになるってイメージですよね。結局 GoTo、GoToEat っていうのは良かったんですか、うん、あれは、うん、あのいや GoTo はやっぱ相当頑張った人が報われた部分はありますよね、うんうんうん、でも GoToEat に関して言うと、うん、やっぱ中途半端に終わっちゃったんで、うん、っていう感じだと思いますっていうのと、うん、あのやっぱり、これまた元に戻っちゃうので、あのこの前のちょっと真面目な話をすると、うん、はい、あの12月に発表されて日銀短観見ると面白くて、はいはい、日銀短観の中見ると産業別に見るともう飲食小売ってマイナス50とかなんですよ、景況感が。だけど情報サービスとかってプラス28とかになったりするん で、まあ、そうですね、うん、要するになんか経済全体悪いって言っても凄まじい格差が起こっていて、うんうん、でそういう部分で言うと先ほど言った飲食とかで GoTo で支えられたホテルも一気に10月良くなったけど11月以降またバンって来てるってなると、うん、まあ、本当にこう産業別の格差がすごくなってくるだろうなって思いますよね、うん、まあ、うん、そういう意味では市場でコントロールできないところをまあ再配分して整えるっていうのがまあ国の役割の一つなんですよね、うんうん、で GoTo というのはまさにあの頑張ったところが報われる、であとは、まあ、いわゆるこの滞留しているお金 をこうあの使って
って活性化させるっていう意味においては、まあ、健全にこの感染が抑えられてればすごくいい方法だったんですが、これがやっぱちょっとフェーズが変わってくるとまあ違ってきたっていうことですよね。でも、まあ、政府はそこにちょっとこだわってる部分もあったんですけども、例えばそれデータを使えば実績があるところに保証するとかですね、まあ、そういったそれぞれの規模に応じてサポートするって、まあ、それもまさに国の役割なので、うん、GoTo 以外でやはりこの飲食の人たちを救う、あるいはサポートする方法っていうのもやっぱこれも至急考えるべきことだとは思いますね。この前菅さんにそうメールでさ、やっぱ GoTo デリバリーぐらいしかねえんじゃねえのと送っといたけどね。返事来ました。来た、うん、そうかもねみたいな。そうかも。いやでもなんかやっぱ重要なのはあれですよ、なんだっけ、コロナの間って実体経済が止まってさ、だって金融っていうか信用側は別にダメージをそんなに受けてない状態が続いたわけじゃない。もちろん実体が止まって内部留保がほぼないようなっていうか6ヶ月ぐらい止めたらすぐ潰れちゃうような会社は別ですよ。信用側にも相当影響があるんですけど、でも実体止めてて信用が保たれてて、でも実体の止まってる状態によって資本力がないところからバタバタと死んでいくっていうのが多分結構な本音なので、それに対して政府が再分配入れるっていうのもそうだし、あとまあ僕は自分の心がけとしてはローカルでお金を使ってます、結構意識してて、資本がないところでお金使った方がいいし、つまりなんだアマゾンで買うときにマーケットプレイスで買うとか、あとはなんだコンビニで買うんじゃなくて自分一食地元の隣のラーメン屋で飯を食うとか、そういうのを州の何パーセントの消費をローカルの実体経済側に乗せ返すかっていうのを結構意識的にやってるんだけど、なんかね、そういうのは多分結構心がけとして変えないとダメなんだなっていうのがもうウィズコロナの所感です。だから実体経済が止まるたびにそれが顕著になって、だってさ伊達さんが来たからだったじゃん、伊達さん、モニトラスト、はい、伊達社長、伊達社長神だったもんね、だってね、このくらいの実体経済が止まった時に、それで経営が立ち行かなくなるっていうのは、それは経営ちゃんとしてる経営かそうじゃない経営かが見えるみたいなこと言ってたじゃないですか、確かカウンターパートに座ってましたっけ、いや、その時はアトキンソンじゃないですか、アトキンソンいつもいるような気がしてる人みたいな、アトキンソンさんで、だからもう伊達さん最高だからさ、言ってることその通りなんだよ、でも事実資本力がない、そのなんか王道かつ波動みたいなことを彼女は言ってて、まあ、それは素晴らしく正しかった、健全で正しいんだけど、なんかその裏側でそうやれなかった人たちが今どんどんやばくなっていってるから、やっぱそこが格差出るなっていうのはすごい感じたよね。そのライフスタイルの延長でいうと、結構そのコンテンツ消費っていうか、そこすごく変わりましたよね。デジタルコンテンツが出てきたり、ネットフリックスとか出てきたり、まさにその象徴がバチロレッテ一つなんじゃないかなと思うんですけど、メディアの変化、あとバチロレッテがなんでこんなにヒットしたかってどう分析されてます？今回もウィークロジアで出ますともうスギちゃんに関しての書き込みばっかりでした。落合さんの人気ありますよ。いやもうアート業界ではもう落合さんはもう本当に、ね、雲の上の人で、ね、そうですね、実感湧かないっていうのが、本音なんですね、本人は、で周りの人がなんか面白いコンテンツに出たねっていうような感じで、で他にも流行ったコンテンツあるじゃないですか、NiziU さんだったりとか BTS さんとかね、みんなこうなんていうのかな、真実味があるっていうか、なんかなんていうのかな、こう人間らしさが結構出てる感じがしてて、そのバチオレッテもそうなんですけど、こうむやみ人傷つけないんですよね。NiziU さんも結構そんな感じがするんですよね。ライバルなのにあんまりその陰でこう落としめたりはあんまりしなくて、結構助け合ったりしてたりして、 JYPARK さんも紳士ですもんね。ねえ、そうですね、で リアルの世界でも結構そんな感じするんですよね。意外とね、やっぱり自分が目立ちたいって言っても人をの、落とし入れて自分が目立とうってあんまり思わなくないですか。で特にこの、ね、世の中なんで、やっぱり痛み分けしてるじゃないですか、コロナの時ってみんな苦しい中で、まあ、なるだけこう生き生き前向きに行こうってしてるわけだから、
なのでそこにリアルさが座ったのかなって後で考えると思うんですけど、杉ちゃんがやっぱこの、バチェロレッテで評価されてること自体僕すごい面白いと思ってて、なんか今までの男性像と全然違うっていう、だからそうなんですよ、男性ってこうあるべきでこういう人の方が人気出るよって思われてたものが多分全然違うっていう、でこれはでも流行りとかじゃなくて、もしかしたらやっぱり僕らはそういう根底の中にそういうの求めていて、でやっぱりこうね、彼女の方が全然強かったように見えるけど、でも実はこういう強さと優しさみたいな人が最後はっていうね、僕すごい面白いなと思ったんですよね、そういうところが。男目線で見てもあの17人の中でスギちゃんが最終的に一番かっこよく見えたもん。そうそうそう、そういうことでしょ。そうそう、あ、まさにだからかっこよさのも概念がもう変わってるっていう、ね、うん、そう、2回振られるって、ね、普通考えるとなかなかあれなんですけど、やっぱかっこいいんですよね。あの成功するかどうかじゃなく、その生き様がかっこいいと、そうそう、やっぱり優しさであり、やっぱりこう寄り添う力なんですよ、まあ、でもよく考えてみたら炭治郎とかもまあぶっ壊れるぐらい優しいですよね、炭治郎ね、はい、炭治郎はやっぱり鬼滅の刃とかにもやっぱつながってきてる部分あるんじゃないですかね、確かに。え、誰に共感するの鬼滅だったら、無惨さん、無惨に似てるねって言われますね。誰が？私。俺もね、無惨さんにすっげえ共感しながらあの漫画読んでたの。共感した。うん、いやよくわかると思って。無惨さんわかるよね。いや、無惨さんがなんかあのなんだっけ、うん、なんで お前らは異常者の集まりだっていうコマがあるんだけど、うん、そう思うよねって思っちゃって。そうですよね。うん、いやけど宮台さんなんかがね分析してますけど、やっぱりあの無惨っていうのは今現代人の象徴なんだと。ああ、なるほど。元の人は KPI とかいろんなものに追われて鬼になっちゃうんだと。だからアンチテーゼとしてあんなに人気が出たんじゃないかみたいなことも書いてましたけど、ムザンさんが結構人間らしいけどね、現代人らしいんじゃないですか、うん、ね、いやなんか、まあ、なんか分かんないですけど、他の人たちなんかだいぶあれでした、あれでした、異常者の集まりだって言われた時になんかこれは異常なコミュニティにいると異常者だと気づかないっていうムザンさんの意見は正しいって思いますよ。そういうことですよね、はい、全く同意されなかったですけどね、まあ、いやいやスギちゃんはね、まあ、あの鬼の鬼滅の刃見ました。ああちょっと不安。それ見てないですよ、ごめんなさい。もう。愛の不時着も何も見てない。そういう内輪ネタよく出てくるんです。まあでも面白いのが、はい、昔ああいう悪役キャラって人気投票結構上位に来るんですけど、ムザンさん全然来ないんですよ、ね。なんでなんだ。全然来ないんですよ。そこがやっぱり 今の多分こう、まあ、空気なんでしょうね。求めてるものはね。ああ炭治郎は炭治郎でいいキャラ。まあ、あれは全体的になんかみんなが尊敬されるキャラになってるのがいいんじゃないですか。うん、ああそうですね、柱とかがね、あれがねなかなかよくできてたと思うんで、あとやっぱ今年は教育が大きく変わった年だったと思うんですけど、はい、まあ、オンライン教育が出てきたり、はい、もう小学校から中学校もうあの大学から全部変わったと思うんですけど、うん、そこから見えてきた希望と課題ってどういうところでした。今まではやっぱアウトプットを要するに生産性上げようとか、うん、やっぱり売り上げ伸ばそうとか、でもやっぱりアウトプットは本当におっしゃる通りでコントロールできない世界がもう来てるんですよ、うん、当面の間は1ヶ月後の売り上げ予測をぴったり当てるってのは不可能、不可能だ、そうそうなんです、うん、だから行動が重要だったりインプットが重要だったり、うん、そうするとやっぱ自分との対話でクリエイティビティが重要だったりとかって話にやっぱ変わってくるんですよね、うん、